問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1>, 1番男の人と女の人が雑誌の記事につける写真のことで話しています。 いいらない部分はどこですかこのページ少し空いているのでこの写真を入れようと思っているんですがいい写真ねこの笑顔がいい感じよねでもあまりスペースがないから人物だけにして周りを切ったらどうかしらいっそ上半身だけにしちゃった方が笑顔が生きるわねそうでですね。でも、 この後ろの建物が記事に出てくるので、できれば残したいんですが。そう。じゃあ人物を上半身だけにして、横長にしたらどうかしら。あの、この人の着ている服も記事に出てくるんです。できればこのまま。そうなの。でもあれもこれもって欲張ると、印象が薄くなってしまうと思うけど。はあ。記事のテーマは私の生まれた家です。 服は関係ないのよね。そうです。だったらテーマの方を大事にして余分なところはなくした方がいいんじゃないかしら。そうですね。いらない部分はどこですか 2>, 2番教室で男の人と女の人が一緒にインターネットで入試について調べています男の人はこれから何をしますか募集要項募集要項とうーんと死亡理由書の入手方法はえー、ダウンロードと郵送と 直接窓口だってプリンターの調子悪いし郵送にしようかな締め切りまで3日しかないから帰りに図書館でプリントした方がいいんじゃないあそうだねあとは卒業見込み証明書成績証明書そういえば事務って5時まででしょ証明書って申請してできるまで何日かかる機械の方ならすぐ じゃあ、明日でいいか。受験料も明日でいいんだよね。うん。今日は死亡理由書を書くってことね。ああ、急がなきゃ。この男の人は、これから何をしますか 3番美容院で男の人が看護師と話しています看護師は男の人にこれからどのような順で行くように言っていますか次は胃の検査です検査室は隣の部屋です検査が終わったら1階の薬局で薬をもらってお帰りになって結構です検査の結果は1週間後になります会計は薬をもらった後ですか はい。エレベーターを降りて、正面が薬局で、その左が会計です。朝ごはんは食べずにいらっしゃいましたね。ええ、牛乳を飲んだだけです。え牛乳を飲んでしまったんですかええ。それだと、検査できませんね。行けなかったんですか。すみません。じゃあ、検査室の隣の受付で、明日以降の検査の予約をしてから、薬局にいらしてください。 はい看護師は男の人にこれからどのような順で行くように言っていますか4番女の人が、 旅行の申し込みの変更をしています。女の人がこの後最初にすることは何ですかあのすみません。来月予約の旅行なんですが、参加したい人が一人増えたんですけど、大丈夫ですか ?3 名様で承っておりましたが、4名様ということでございますね。はい。部屋はそのまま2部屋でいいんですが、フライトが心配で。 ああそうですよね少々お待ちくださいませはいえーとですねご一緒のお席は難しい状況ですがお取りできますあじゃあお願いしますでは発見の準備に入りますねその前にメールでもファックスでも構いませんのでお乗りになる方のフルネームパスポートと同じスペルでいただきたいのですがえっとうちファックスないので 電子メールで構いません。正確なスペルが必要なものですから、全員分大至急お願いいたします。あれ、前の分はお送りしましたよね。そうですね。失礼しました。いえいえ。じゃあ新しい分確認してすぐにメールしますね。この女の人がこの後最初にすることは何ですか 5番女の人が男の人に銀行の仕事を頼んでいます男の人はどの順番で回りますか高田さんちょっと銀行に行ってほしいんだけどはいはいこれ4つも回らなくちゃならないんでちょっと面倒だけどえっと近くから順に回るんでいいですかダメダメちゃんと順番を考えていかなくちゃ。 はあ。説明するから、ちゃんとメモして。第一銀行は今日の売り上げを入金。この封筒に入っているお金ね。はい。第一銀行でお金を預ける。第四銀行は振込。この用紙ね。ここは口座がないから、他でおろして現金で処理しなくちゃならないの。 で使っていない第二銀行の口座を解約してそのお金を使って振り込んで残ったお金は第一銀行の口座へねはい第二銀行の口座を解約してそのお金を第四銀行で振り込み残りは第一銀行へ預けるえっと第三銀行は それは通帳の記入だけだから最後でいいわ。そうすると、えー、まず口座の解約をして、振り込みをして、残ったお金と今日の売り上げを第一銀行に入れればいいんだな。それじゃあ大金持ってあちこち行かなくちゃならないから、不用心でしょ同じ銀行に二度行くことになるけど、売り上げの入金は最初にして。はい。 この男の人はどの順番で回りますか。六番男の人と女の人が打ち合わせをしています。男の人はこれから何をしますか。すみません。 週末の展示会ですがパンフレットは500部用意してありますが足りるでしょうかそうね来場者も多そうだから500部じゃちょっと不安ねあと100部用意してもらえるはいそれで当日は技術部からも人が来てお客さんに新製品の説明をしてもらえるんですよねええ技術の部長にお願いしておいたから大丈夫よ 後で私からもう一度電話しておくわねお願いしますそれでその方の関係者用の入場カードはどうしましょうかああそうだったわないと会場に入れないのよね朝会場の入り口で渡すしかないわねあなた渡せるすみません私は先に行って会場準備をしなければいけないのでそうじゃあ私が待ち合わせて渡すことにしましょうはい あとで,でカードを渡ししますよろしくねこの男の人はこれから何をしますか問題二。2。 問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください1番 1> 学生が先生に本を紹介してもらっています レポートの書き方という本がいいのはどうしてですか先生 すみません。はい。何ですかあの、日本語のレポートの書き方がよくわからないんですが、何かいい参考書ありませんかそうですね。このレポートの書き方手本か、小論文入門ってのがいいんじゃないかな。レポートの書き方は理系学生向けですね。私の専攻は教育学なんで。ああ、それね。 理系向けって書いてあるけど、文系の学生にもとてもいいんですよ。レポートを作るときの基本的な考え方とか手順は文系も理系も共通しているし、図表の説明の仕方のあたりがとてもわかりやすく書いてあるから。そうですか。小論文入門は具体的な例が多くて、段階を追ってよくまとまっているんだけど、ちょっと高いのよね。 それと図表の説明の仕方の部分がちょっと弱いかな。教育学でも最近はその辺重要でしょええ。レポートの書き方という本がいいのはどうしてですか 2番 2> 男の人と女の人が旅行のパンフレットを見ながら話しています女の人はどうしてそのホテルに決めましたか 今度の旅行のことなんだけど、南の島だからホテルはやっぱりビーチの近くがいいよね。ここなんかどうでもここじゃ街から遠くて泳ぐ以外は何もできないんじゃないそれがいいんだよ。のんびりできて。せっかくの海外旅行なんだから買い物もしたいな。ねえ、このホテルはどう街の中心にあってショッピングが楽しめるって。でも、 それじゃあ日本と変わらないじゃないか。あ、こっちは海でも泳げるし、山も近いからハイキングもできるよ。やだー。夏にハイキングなんかする気ない。それだったら、まだ初めのホテルの方がマシだわ。初めのやつね。どれへえ、ここ食事うまそう。あらほんと。やっぱり海が近いと違うわね。わかった。 今回はあなたに合わせるわ。女の人はどうしてそのホテルに決めましたか。三番。女の人が二人話しています。 小島さんは何をもらいましたかあ田中さん 先日はどうもありがとうございました。あ、小島さん。いいえ、お礼をおっしゃっていただくようなもんじゃ。息子のおふるなんで、どうかとは思ったんですけどね。いいえね。それが、うちの主人にぴったりで。えご主人がお召しに私は坊ちゃんにと思って。ええー、それはわかっているんですよ。でも、最近息子は背が伸びちゃって。 まあ。それで主人が試したら、これがあつらえたみたいで。はあ。まあ、お役に立てば。本当にありがとうございました。小島さんは何をもらいましたか 4番大学の先生が話しています。勉強に適しているのは何時頃だと言っていますか 体温と脳の働きまた運動能力には深い関係があります体温は大抵気象時間の午前6時頃からだんだん上がっていき午後2時頃一番高くなります脳の機能は体温が高い時の方が活性化しますところが考えるとか覚えるとかいうような知能の働きという点から言えば午前10時頃の方が高く 午後はどちらかというと運動能力の方が優れています勉強に適しているのは何時頃だと言っていますか五番。 男の人と女の人が夜の虹について話しています。二人は夜の虹があると思っていますか 夜、虹が出ることがあるって聞いたんだけど本当かしら虹が夜にまさかだって虹って太陽の光が屈折してできるんだろう夜出るはずがないよでも光があれば太陽じゃなくたっていいんでしょ月だって星だってそれはまあそうだけど月や星じゃ暗すぎるんじゃないかなそうか やっぱりそうよね。でももしあったら素敵じゃない月夜の虹なんてロマンチックよね二人は夜の虹があると思っていますか 6番男の人と女の人が話しています男の人は時差ボけ対策に何をしますか 昨日帰国ししたばかりでしょ海外出張が多いと時差があるから大変ねうんそういうのを割と敏感な方だからそうじゃあ時差を乗り切るために何かやったりしてる何にもなるようになれって感じでボーっとしてるよなんだそれじゃ全然敏感なんて言えないじゃない <laughs> 冗談だよそれじゃあ仕事にならないからねいろいろやってるよ 例えばえーとそうだな飛行機の中では食べるものを少なくしたりできるだけよく眠るようにしたりさ音楽とか聞いいいいてリラックスするのもいいんじゃない普通はそうなんだろうけど僕の場合は音楽を聴いちゃうとかえって目が冴えてくるんだ男の人は時差ボケ対策に何をしますか 7番男の人がカウンセリングの方法について話しています男の人はこの両方についてどう思っていますか 精神科のカウンセリングの方法に「ふむふむ療法」というものがあります。これは患者の話をじっと聞き「ふむふむ」とか「それで?」とか相手の話を促す以外のことを言わないのが原則です。一見簡単そうに見えるでしょうが患者は医者から答えを聞きたくてやってくるのです。それに何も答えず、 患者にだけ話をさせるというのは並大抵のことではありません。思い違いを指摘したい、こうすればいいとか、アドバイスしたいという場合もありますが、それは患者が自分で気づくように持っていかなければなりません。男の人はこの両方についてどう思っていますか 問題,3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを1つ選んでください 1>, 1番 テレビのニュース番組で時事問題について解説しています近年米の消費量が減少しています値段が高いからだと思われるかもしれませんが米の値段はむしろ下がっていますではなぜ消費量は減少しているのでしょうか日本の伝統的な食事は米を中心としたものでしたそれが 食生活の多様化により米を食べる比率が低下しているのです朝食はパン昼や夜は麺類という人も多いのではないでしょうか米は炊くのがめんどくさい炊いたらすぐに食べなければまずくなるなど現代的なライフスタイルの人々には扱いにくいのかもしれませんしかしパイや麺類を作る小麦はほとんどが輸入です 食料を外国に頼るのは安全保障上の大きな問題ですまたパンに合った料理というとどうしてもカロリーの高い養殖になりがちだという点も問題ですこの辺で伝統的な日本食を見直してみても良いのではないでしょうか男の人はどう考えていますか 1, 1日本の米の値段は高すぎる 2, 2もっと米を食べた方がいい3米は現代のライフスタイルと合わない4米を輸入するべきではない 2番 2> ラジオの相談番組で男の人が話しています高校生の息子さんがアルバイトをしたいということですか学校でアルバイトを禁止していないんでしたら許可してもいいんじゃないですかまあ確かに学校の勉強は大切ですが社会勉強することも悪いとは言えませんし自分でお金を稼ぐ大変さを知るためにも やらせてみてみもいいいのでではないでしょうかただアルバイトだけにならないよう学校の勉強もおろそかにしない約束も必要だとは思いますが男の人はどうした方がいいと言っていますか <S ?1, 1 <S 学校で禁止されているのでアルバイトをしてはいけない2 夏休みは勉強するよりも社会勉強をするべきだ。3いい社会勉強になるのでアルバイトをしても構わない。4お金を稼ぐのは大変だから高校生にアルバイトは無理だ。 3番ある会社の経営者が話しています今、企業がコスト削減のために人事に手をつけると、この会社はひどいと非難される傾向があります。しかしそうなると、企業側は採用に慎重にならざるを得ない。人員を整理できないとなると、財務も悪化して株価も下がる。 結局、会社も社員も株主も誰も利益を得られない。採用もできないとなると社会にも影響が出る。営利主義が悪であるかのような意見が目立ちますが、基本的に企業の利益は社会にどれだけ役に立ったかの指標です。つまり、社会の安定につながるんです。 女の人は人員削減についてどう考えていますか ?1、1> 状況に応じて必要だ。2>, 2、許されることではない。3、社会の安定を揺るがす。4、企業の利益につながらない。 4番大学の先生が話していますこの度キャベツと大根を掛け合わせた新しい野菜を開発しました見た目はほうれん草に似ていますがカルシウムはほうれん草の1.7倍あります葉物野菜は虫がつきやすいのですがこの野菜は大根の辛み成分があるために 虫がつきにくく収穫量も多いのが特徴です味はキャベツの持っている甘みに大根の辛みがほのかに感じられる味です他の葉物野菜と同様茹でて醤油などをかけて食べてもいいですし味噌汁の具にもいいでしょうこの新しい野菜の特徴は どのようなことですか 1, ?1 キャベツとほうれん草を掛け合わせた 2, 2ほうれん草と同じくらいカルシウムがある3見た目は大根と似ている4辛いので虫がつきにくい 5番男の人が話しています家を建てるとき住みやすくて素敵な家にしたいと考える人は多いと思います素敵な家つまり見栄えが良い家というのはイメージしやすいですが住みやすい家というのは漠然としていて具体的に思い浮かべにくいと思います 住みやすいというのを、住んでいてストレスが少ない家と言い換えると、イメージしやすいのではないでしょうか。生活していて、無駄に動き回らずに用を済ますことができ、あまり苦労しなくても、きれいな状態に保てるというのが、ストレスが少ない家です。例えば、料理を作るとき、必要なものがすぐに揃うとか、朝着替えて外出するのに、 あまり散らかさなくて済む、などがその例です。この人は、どんな家について説明していますか <S ?1, 1、見栄えが良い家2、生活しやすい家3、建てるとき苦労しない家4、 ストレスをなくす家六番犬のトレーナーが犬の飼い方について話しています最近ペットブームで犬を飼う人が増えています今日はこのことについてお話し,したいと思います犬を飼っている人の中には 犬を家族の一員と思っていらっしゃる方も多いと思いますが、犬には犬の習性があり、それは人間と同じではありません。しかし、一緒に暮らして飼い主の指示に従う姿や愛らしい仕草を見ているうちに、人間と同じように思えてくる方が多いようです。そして、無意識のうちに犬らしい行動を抑制するようになるのです。 それは犬にとって幸せなことでしょうか人間だって自分らしさを否定され、こうあるべきという型にはめられたら嫌でしょう家族の一員と考えているなら、何が彼らにとって幸せなのかを考えていただきたいと思います。女の人はどう考えていますか 1> 1 飼い主は犬を家族の一員として大切にするべきだ。2, 2犬は人間と違うのだから家族の一員として扱うべきではない。3飼い主は犬の習性を知ってそれを尊重してやるべきだ。4犬が飼い主の指示に従わないときは 厳しくしつけるべきだ。問題4問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、 1>, 1から3の中から正しい答えを一つ選んでください。1番。悪いけど、ちょっと遠慮してもらえないかな。1。1> はい、わかりました。2>, 2。いいえ、かまいません。3。ちょっとそうしてみます。 2番。2> なんで黙ってたのよ。相談してくれればよかったのに。1>, 1。手伝ってあげられなくてごめん。2。2> 何かあったらいつでも相談に乗るよ。3。自分でなんとかできると思ったんだ。 三番。まったく、お役所は融通が利かないよね。一。そうね。今度は聞いてもらおうね。二。そうね。このくらい良さそうなのにね。三。そうね。聞いていいのにね。 4番今日の会議の場所、まだ決まっていないので、後で連絡しますね。1, 1> はい、お願いします。2, 2ええ、決まっていないんです。3ああ、その通りですね。 5番何でもかんでも人のせいにするのはやめてくれよ。1> 1そんな人事みたいなこと言わないでよ。別にあなたのせいだって言ってるわけじゃ。やっぱり人に任せっぱなしじゃダメよね。 6番大変だけど今はなんだかんだ言ってる場合じゃないよ。1, 1> どうもありがとうございます。2, 2そうですね、早急になんとかしなければ。3ではもう一度ご説明します。 7番僕が悪かった。でも、君を困らせるつもりじゃなかったんだ。1。じゃあ、どういうつもりだったの ?2。2> それから、どうするつもりだったの 3>, ?3。だから、どうやるつもりだったの 8番ダンスか私も昔はよく踊ったもんよ 1, 1へえ上手だったんですか2そんなことなかったよ 3, 3懐かしかったんですか 9番俺にそんな難しいことできるわけないだろう。1, 1> ダメよ、できるわけないから。<S 2, 2 <S 大丈夫、できるから。3ほら、やったらできたじゃない。 10番。毎日レポートレポートで夏休みどころじゃないよ。1>, 1。せめて映画でも見に行こうか。2。2> へえ、夏休みについて調査してるのか。3。もちろん続けるよ。 11番今回の計画は見送った方が良さそうですね。1, 1> ええ、残念ですが 2, 2ではお見送りに行きます3いいえ、前回はしませんでした 12番。汚いなぁ。自分の部屋ぐらい掃除しろよ。1。1> なんであなたの部屋を掃除しなくちゃならないのよ。2>, 2。これでも週に1回は掃除しているのよ。3。え、掃除してくれるのありがとう。 13番。最後の粘りで逆転勝ち。すごかったですね。1。1> ありがとうございます。2>, 2。すみません。3。お世話になりました。 14番いやー、そんな大きな会議の司会なんて無理無理、無理に決まってるよ。1, 1え、それいつ決まったの 2, ?2 そんなこと言わないで、一度考えてみてよ。3あ、もう決まっちゃったんだ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。1番 1> まず話を聞いてください。それから2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から 正しい答えを一つ選んでくださいラジオで道路交通情報を放送しています東海高速道路は橋の架け替え工事に伴い川村インターチェンジと山野インターチェンジの間で夜9時から翌朝5時まで夜間通行止め規制を実施しています 寄生中は迂回路になる国道が混雑することが予想されます。時間の余裕をもってお出かけください。仕事が終わってから出ると規制に引っかかっちゃうな。そうね。早く出られない。無理だよ。無理か。じゃあ川村で降りて山野からまた高速面倒だけど、しょうがないね。工事中のところは渋滞するらしいから、いっそそこを過ぎるまで高速やめて国道で行こうか。 でもここから川村までの道ってすごく分かりにくいよ高速道路で行った方が無難だと思うけど大丈夫だよ本当質問1男の人はどうやって行こうと思っていますか 質問2。女の人はどうやって言った方がいいと思っていますか 2> 2番まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて。 1>, 1から4の中から正しい答えを一つ選んでください男の人と女の人が言葉の力について話をしています最近言葉の力について考えるんです企業や有名人が問題を起こすと 幹部らしい人が出てきててき頭を下げて謝りますね。でもその言葉は全然心に響かないんです会議でも会話でも言葉そのものはきれいに整っているのに届かない言葉があると思うんですそういう時に言葉の力って何だろうって私も同じように感じることがありますその謝る時にねえらい人が一斉に 誠に申し訳ありませんでしたって頭を下げるんだけどその瞬間にそんなこと思っていないでしょって思うそれって何かを伝えたいと心から思って必死に生み出す言葉じゃなくてただこういう場合にはこういうものという決まり文句を型にパチンとはめているだけなんですよでもそういう心の通っていない言葉は 人の心にも届かないんです。ええ。まだ自分の言葉になりきらない気持ちを話すときって、借り物って感じがします。伝わっていないなって。言葉って、ただの字の集まりじゃないんですね。伝えたい何かが、やっと言葉を得たとき、そういう言葉が人の心を動かすんだと思います。言葉は どのような時に心に響かないのですか 1, ?1 頭を下げて謝るとき 2, 2言葉が整っているとき3気持ちがこもったとき4伝える思いがないとき 3番まず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを一つ選んでくださいラジオで解説者が話しています新たな森林資源保護活動についての会議が開かれます。 温暖化をを防ぐためには、森林ここれ以上なくさないことが必要です。しかしこのままでは森林伐採を止めることはできません生きるために木を切らざるを得ない人々も多いからですそこで木を守る活動に資金を出しそのような人々を支援することで森を守ろうという運動が始まっているのです有意義な取り組みではありますが 問題点も指摘されています例えば森の状態の評価の方法監視のコストなど運営上の問題ですまた結果として乱開発に資金を提供することになるのではという疑問もありますこれらの問題を乗り越えて活動を軌道に乗せていくことができるか前向きな議論が期待されます ああ木を切らなかったらお金を払うっていう発想かなるほどねいい考えよねこれは進めるべきでしょううん熱帯の森がどんどんなくなってるって聞くもんねなんとかしなきゃいけないよな原則賛成でもさ開発してるのは困ってる人たちばっかりじゃないだろうそりゃ大規模な業者とかねそうそういうところも得をするってことになるよね それってどうかなそういう人かどうか調べてきちんと区別する仕組みを作ればいいんじゃないのどうやってそういう仕組み必要だとは思うけど現実的じゃないと思うな。えー、でもそういう問題を解決するための会議なんでしょ男の人はこの保護活動について何と言っていますか 一。誰に資金を払うべきか見極めるのは無理だ。二。熱帯雨林の保護は現実的ではない。三。この活動のやり方では森を守れない。四。森を保護するにはもっといい仕組みが必要だ。 これで、総復習問題を終わります。